クランクシャフト。内燃機関などでは、ピストンの往復運動を回転力に変え、圧縮機などでは逆に回転力を往復運動へ変換する。図は、直列4気筒の例。クランクシャフトは、クランク機構によって駆動されるシャフトである。一連のクランクとエンジンのコネクティングロッドが連結された、クランクピンからなる。ピストンの往復運動を回転力に変えるための軸。 曲軸、曲柄軸、クランク軸、エンジンの主軸となる、屈曲軸。自動車エンジンの例では、現在、世界のほとんどのメーカーが、クランクシャフトの回転方向を、出力軸側から見て、半時計回りとしている。クランクシャフトが、文献に現れるのは、アルジャザリの1206年の著作が最古である。エンジン側の軸受けに、保持されている軸の部分を、 クランクジャーナルといい、ピストンのコネクティングロッドとつながっているところを、クランクピン、その二つをつなぐ部分を、クランクアームという。ピストンおよびコンロッドの運動により生じる、慣性力を軽減するためのバランスウェイトが、付けられている。近代的なエンジンでは、クランクアームとバランスウェイトが一体化して、板状のクライクウェーブを形成している。このバランスウェイトは、カウンターウェイトとも呼ばれ、 クランクピンの両側にカウンターウェイトが装着されているものをフルカウンターウェイト、片側にのみ装着されるものをセミカウンターウェイトと呼ぶ。一般的にはフルカウンターの方がクランクの振動低減と高出力化に有利とされているが製造コストがかかり重量も重くなりがちなため市販車両に採用する場合にはエンジンの気筒数によるエンジンの振動特性の違いや 後日のバランサーシャフトとの併用も考慮しながら、用途と出力に応じた形式が採用される。一般的には前日のバランスウェイトとともに、バランサーシャフトが用いられることが多いが、アメリカ社で主流であった90度バンク V 型8、気筒エンジンでは、振動をバランスさせるために4気筒分のクランクピンを90度以上で配置する、クロスプレーンと呼ばれるクランクシャフトが用いられてきた。 近年では一部のオートバイを直列4気筒でも不等間隔点下順序と併用してこのクロスプレーンが採用されている。こちらは振動の軽減というよりもより高出力を得るためにこのような形式が用いられている。水車、風車、プレス機、レシプロ式圧縮機、ミシンではこの変換を逆に利用し自然エネルギーや電動機などでクランク軸を回転させ 必要なストロークの往復運動を得ている。ありがとうございます。